皆さんこんにちは、マー君でございます。今日はゴームスーパーで買ってきました。こちらリッチチーズケーキ、これをねおやつに食べていきたいなと思います。このチョコレートのバージョンは食べたことあるんですけど、このチーズのやつは初めて食べるので、ちょっとどんなもんか試してみたいと思います。ちょっと開けてみますね。美味しそう、すごいいい匂いですね、これ。こんな感じです、中は。開けます。一応ね、冷蔵庫で1時間半ぐらい解凍してあります。おい。なんか、バターみたい。では、切っていきます。おぉ。で、さらに半分にしようか。で、他のやつはちょっとラップでくるんで冷凍したいと思います。こちらは冷凍庫に入れて、食べたい時に解凍して食べたいと思います。ではいただいてみましょうね。ではこのリッチチーズケーキいただいてみたいと思います。初めて食べます。チョコレートのリッチショコラケーキはね食べたんですけどね、あれが美味しかったからね、これも美味しいと思うんですよ。なんか切れ味も本当なんかバターみたい。いただきます。抜群にうまい、濃厚。なんかチーズケーキだからかな、甘いんだけどちょっと塩気が効いてるような気がする。これはいいね、これ美味しいわ。税込みで300円ぐらいだったかな、4等分にしたからね。そうすると1個あたり80円しないでしょね、ちょっと食べたい時にはいいよね、甘いもん食べたい時は。甘いもん食べた、急にさ甘いもん食べたくなってセブンイレブンとかさファミマとか行ってスイーツ買うと高くつくもんね。あと抹茶だな、抹茶味、あれも食べてみたいな。濃厚、コーヒーに合うね、これは大正解、美味しかった。ゴームスーパー結構当たり外れあるけどさ、やっぱあれだね、甘いものはいいね。うん、今んとこね甘いもので外れはない。それではごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さようなら。